さかねフラワーチャンネル始まりまーす。皆さんおはようございます。いつも愛あるコメントありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございます。感謝しております。今日はですね、すでに県内最大級の花菖蒲園に行って帰ってまいりました。坂出市にありましてね、家から本当に車で10分ぐらいのところなんですよ。いつもウォーキングをしている鎌田池のすぐそばに、元坂出市の浄水地がありますので、そこに菖蒲がたくさん咲いているということなので、ちょっと家族と言っても孫はね、もう興味がないので孫は行かなかったんですけれども、市民の安らぎの浸水緑地公園、河津花菖蒲園、一般開放期間が6月1日から6月14日までとなっております。2週間ですね。もちろん入場は無料でございます。開放時間は9時から4時までですね、夕方の4時まででございますので、時間ね。それからまあ駐車場は若干ありますけれども、まあ早めに行かないといっぱいになってましたね。もうすでに9時に、到着しましたのに、もういっぱいになっておりました。だから近くのね、鎌田池公園でちょっと置いて歩いても5分10分で行けます。それから坂出駅からバスがね出ておりますので、堀口院前で降りていただいたら徒歩3分で、旗がね、旗がなびいておりますので、ああそこかってすぐ分かりますので、ぜひよかったら14日まででございますがね、2022年6月の14日まででございますが、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。坂出市はね、塩田の町でして、播州阿公からその塩田作りが伝わったそうですね。そして私ね、母がね播州阿公なのでね、すごくやっぱりここに嫁いできたのは偶然じゃないんだなって、必然だったのだなって、最近というか今更びっくりいたしました。そして慶長7年と言いますから、ずいぶん昔でございますね。浄水場を50年、坂出市の、市政50周年を記念してそこを閉鎖して、そして花菖蒲園となったみたいなので、まあそれまででも結構あれなんですけど、最近新聞とかねテレビで取り上げられるようになり、まあ今日は見れば県外からもね、それが市外ね、県外からもたくさんの方が見えていらっしゃいました。それでは最後まで見て、よかったらちょっとでもよかったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。スクショ強しちゃんが前やめたく、同調圧力が何ブンブン何ブンブン、アルコールでしょう、外やのに、市の施設や、マスクいるんかな、外やろ、みんな人よ、それはするわよ、やめんや、すごいな、してくださいって書いてある、安そのこの51万円だよ、言われたら高いな、あこんな感じやからね、浄水が、51万円、安い。
校慶長賞もった慶長そうかな、ね、すごい慶長だ。全然咲いてない、咲いてない、こっちが着氷、これつぼみ、これつぼみ、コロナウイルスがうつるんやろか、手消毒してか、あ、黄色い、黄色いやな、あそこ入ったかな、あそこ黄色い、これがそうなんだ、水源地の貯水池、貯水池の跡を、勝負を見てよくよく好きよりは注射のローター、あ、あそこ、派手やってる、イタリア国旗の種類がいっぱいありますね。皆さん、勝負いかがですか？各系統の特徴があるみたいですね。江戸系、肥後系、伊勢系、私、今日覚えました。江戸系はね、なんか草丈が高いんですね。肥後系はなんかボリュームがありますね。伊勢系はエレガント、といったような感じです。あやめ、花勝負、柿つばたの違いが皆さんお分かりですか？あやめは乾燥してる普通の畑に咲いてるのがあやめ。そして半湿地帯ですね。そこが花勝負。今日は花勝負を見ました。そして湿地帯に咲いてるのが柿つばただそうです。私ね、今日初めてこのね、市のね、提供しているパンフレットで初めて知りました。やはりね、行動を起こすといろんなことが見えてきます。ではでは、素敵な花勝負をご覧になりながら終わりたいと思います。どうか
チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんも行動してね。